よいよセカンドシーズンの放送が始まります。楽しみですね。そうね、エミリコ、前は緊張していたのになんだか平気そうね。はい、いろんなことを経験したので今はもうドーンと来いって感じです。頼もしいわ。ケイトも見習わなきゃね。あれ、ケイト様はもしかして緊張してらっしゃるんですか？してね。